皆さんこんにちは。プロランニングコーチ、そして立山マラソン大使の金哲彦です。今私は立山に久しぶりに来ています。でここはですね、立山ファッションマラソンの時にフィニッシュを、ね、する最後の下り坂ですよね。2022年の1月の大会はね、本当に残念中止になってしまったんですが、その代わりに立山ファッションマラソンリアルオンラインというそれでは立山ファッションマラソンリアルオンラインのイベントの内容について簡単に説明をさせていただきます。実際のマラソンというのは同じ日同じ時間に用意してボンとみんなで一斉にスタートしますね。今回のリアルオンラインは1ヶ月という期間の間に実際に立山に、ね、来ていただいて走っていただきたいんですよね。簡単なゲートここに作らせていただいて、花なんかも見てね、ちょっとレース走った気分にもなる。それだけではなく、距離はまあ 42.195km じゃなくてもいいんですが、実際にね走りながら立山はね温泉もあります、グルメもあります、景色もあります。もう最高のねいろんなおもてなしが待ってますので、いつもの本番のレースでは時間が気になってね立ち寄れない場所にも立ち寄ってください。私が実際に走りながら立山の魅力を紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。うわー、今日も気持ちいい、最高。はい、ここはですねスタートしてから1キロちょっとの地点なんですけど、右手にねなんだから見える立山湾です。この立山湾どうですか、波静かでしょ。これね鏡ヶ浦という言われていて、鏡のようにねいつも静か穏やかな海なんですよ。で今日はちょっと見えないんですけど、晴れた日はここに富士山見えますよ。富士山した後ぐらいかな。そしてこの立山の夕日は日本の夕日100選にも選ばれているというぐらいね綺麗な夕日なんです。私も一回見たことあります。どっかの夕日が沈みます。それでは次の地点に行きます。いや、ここはね、立山の城山公園です。立山ファッションマラソンのコースとはね、ちょっと違うんですけど、見てください、お城ありますよね。これは、立山といえばね、南総里見八犬伝。昔私も人形劇見ましたよ、懐かしいですよね。そのモデルとなった、房総里見市のね、お城跡なんですよ。で、ここまでね、お城、登るところあります。登り下り。ちょっとしたトレーニングになるかなというふうに思いますので、ぜひ皆さん来てみてください。白山公園です。じゃあ私登り行ってきます。よし、坂道登ってきましたよ。もうお城素晴らしいですけど、ちょっと見てくださいこれ。登ってきた先には立山湾一望できる絶景ですよ。僕ね今日初めてここ来たんですけど、素晴らしいですね。もう立山住み着きたいですねこれね。うわ坂しんどかったけど景色が素晴らしい。よしよし、元気出して次行こう。ういはい、ここはね皆さんよくご存知の房総フラワーラインです。日本の道100選にも選ばれてるね素晴らしい道ですよ。
ちょうど立山若潮マラソン本番のレースですと20キロ地点ぐらいね、エイドステーションがたくさんありますよね、ここにね。すいません、僕途中車乗っちゃいましたけど、今日はその辺から走ってきましたけどね。皆さん、立山の市街からちょっとねアップダウン繰り返しながら入ってきます。7キロずっとね緩やかな下り坂なんですよ。ついついスピードが出てしまう、そんな道なんですが、両側には黄色い菜の花が咲き乱れて、もうすごいね絨毯みたいになってます。素晴らしい景色のところです。そして東京2020オリンピックの時はですね、なんとあのオランダチーム、トライアスロンチームがね、このコースで自転車の練習をしたそうなんですよ。そんな素晴らしい道です。あ、ここだここだ、温泉温泉、マラソンコースのねコース上にあるね温泉ですよ、ここ。いやー、ランニングの途中に温泉に入ってますよ。なかなかこんな経験できませんけどね。こちらね、もうナトリウムのね温泉、ちょっとやっぱり海が近いんでね、こっぱいということで、もうね肌がツルツルですよ、美肌効果。あとね、走った後の疲れも取れそうな感じですよね。もう最高の湯です、これ。もう景色を見てください。なんか向こうの方に晴れて、ね、雲が少ないと富士山も見えるらしいんですよ。もう今日この後ちょっと走るのもできないかもしれない。このまま温泉に浸かってもうビール飲んじゃおうかなみたいな最高です。立山、こんな素晴らしい温泉が立山はねたくさんあるらしいんですよ。本当にいいですね。それではお待たせしました、立山のグルメをご紹介いたします。私の目の前にもう美味しそうなものがね並んでるんですけど、これは立山炙り海鮮丼です。市内になんとね4店舗しかこれを食べられるとかない。しかも1日限定20食ですよ、20食。ここに来てぜひ食べていただきたいんですけど、あ、ちょっとよろしいですか、じゃあ、春菜さんご紹介していただきますか。そうですね、ちょっといただきます。はい、こちらサザエ味がついておりますので、はい、これから火をつけして温まりましたら、そのままお召し上がりいただけます。これはまずそのままね、はい、前菜で食べますね、はい、うん、こちら串に刺さってますのがサンガ、コウイカ、サワラ、イナダでご用意しておりまして、お、はい、全て立山さん。あ、そうですね、新鮮ですね、さすが。こちら塩と漬けダレご用意しております。はい、お好みでお召し上がりいただけます、はい、うわーうわすごい、なんと1段目からこれはまたお刺身、こちらなめろうとなっております。有名ですよね、はい、千葉県なめろうね、こう叩いてるんですよね。そうです、うんうん、はい、こちらカツオ、はい、マダイ、はい、タチウオでご用意しております。立山炙り海鮮丼といっても、炙るものと生で食べられるもの、このバラエティー飛んでるね。もうこの時点で僕お腹が今鳴ってしまいましたが、はい、そしてもう一段あるんですけどね、こちらをずらしまして、うわー、ここにこれほぼチラシですね。あ、そうです、うん、はい、彩り花チラシとなっております。はい、はい、それではね、お刺身からいただきます。なめろう僕大好きなんですよね。もうこのもちもちすごい、うん、ザ・なめろうです。うん、やっぱり焼きたてですよ。この菜の花みたいな黄色いチラシの上に炙ったサワラを乗っけて、甘いんですよ、こっちチラシがすごいですよ。今立山炙り海鮮丼でございました。ごちそうさまでした。さあフィニッシュしました。皆さんいかがでしたか。立山の魅力、もう海は綺麗だったし、お城も見たし、温泉も入ったし、
美味しいものいっぱい食べたし、もうねこんなに魅力満載の場所なかなかないですよね。これを今回皆さんリアルオンラインという形で、ぜひ、まあ、オンラインはね自分の走ったり歩いたり、まあ、いろんなアクティビティ大丈夫ですから、それを記録で残していくもので、リアルはやっぱりこちらに来て、ぜひね皆さんも自分の足で歩いたり走ったりしながら記録に残して、記憶にも残して、お腹にも残していっていただきたいと思います。イベントの詳細はこちらのホームページの方にも記載してありますので、こちらをご覧になってぜひエントリーしてみてください。それではまた皆さん、ほっとするとリアルに私が立山で走ってるかもしれませんよ。お会いしましょう。